光は気づかないのかな、これ。あー、どうもこんにちは。はい、おばんでーす。皆さん、もう1月も終わって2月ですよ。もうすぐ卒業式とか春になりますけどね、お別れの季節、出会いの季節、春、素敵ですね。まあ、というわけで今回はこのストレインっていうゲームなんですけど、なんか学生さんが卒業制作みたいなので作ったものらしいんですよ。で、それをまず無料版というかテスト版でこうアップしてるみたいなので話題みたいですよ。なのでちょっとやっていこうと思います。じゃあゲームスタート。和風のお家を歩き回るゲームなのかな。1960年7月21日京都府。それだけ？はい。ん？カオケじゃないこれ。ほう。はい、R って書いてますけど、これゲームパッドが R ですね。じゃなくて L 移動。これはまあ私は、あ、これ難しいな。マウスでの視点変更がだいぶあれだわ。遅い。で、息を潜む、息を殺すっていう。で、潜むアクションがあるらしいです。で、これを駆使して逃げるみたいですね。いや、難しいこれ。操作性。息を殺す。威圧に気づかれないようにしなければ。息を殺して音を立てなければ気づかれることはないようだ。へぇー。ほーん。はい。あれ部屋。奴をやり過ごすにはここしかないみたいだ。息を殺していれば見つかることはないだろう。まあ、荒れた部屋、まあ片付けてない部屋に入れってことね。隠れろってことね。はい。さあ、頑張ろう。ダッシュもないみたいだな、これ。はい。いや、雰囲気いいですね。カゲロウのような、ちょっと前で言うとゼロのようなね。うわ、すっごリアル、リアルですねこれ。どうやって入るのこれ。入れないのかな。え、アクション。息を殺すって一瞬なのかな。え、これ何者かの手記。きっと家族が心配している。早く帰らないと。1962年7月21日はい、誰でしょうね。で、調べる。同じやつか。はい。なんか写真が飾ってある。うわ、顔ねー、怖えー。電気だ。電気とかないか。ファズモフォビアのやつですね。はい、野村一樹さん、この人かな。ほう。周辺に廃村が発見され、ほう、日本家屋の屋内から女性の遺体が発見されました。ほうほう。警察は複雑な事件に関連がないか調査をしています。関連がないかって言ったぞ今。僕は聞き逃さなかったよ。いやいや、女繰り返しかーい。で、何これ。遺灰が置いてある。え、ちょっと、音怖え、音怖い。廃村が発見されて見つかってなかったのもすごいよね、それまでね。どんなところをドライブしてたのこの人。え、あ、びっくりした。あ、殴っただけ。はい。うわ、めっちゃ傷ついてるこの扉。え、これ同じ部屋じゃない。ループですか。
もうなんか、あ、生きを殺す。あ、待って、はい、殺した。生き殺した。で、何、今のは何だったの？お、やべえ、あれが。あ、こうやって生きを殺して通り過ぎるってことで。はい、あ、死ぬんじゃない？これ。あ、パチンって切れた。ということで、怖い。何、中いる？何？え、中いる？いなくない？え？何だったの今？はい。速報、はい。かわいそう。監視の結果、はい。舞子さん？はい。はい。調べる。はい。突きの尖った道具、鉄の部分が錆びて、いやー、これ絶対凶器じゃん。もう。拾ったの？使えんの？え、使ってもどうかと思うけどさ。このテレビの音超怖え。何なのこれ、永遠に繰り返すって感じ。なんでこの人棺桶に入ってたの。絶対次ぐらい敵出る。さっき生きを殺して出たから次絶対敵出るよ。絶対敵出る、俺は知っている。あ、来ちゃう。何こいつ。あ、何今舞妓さんだよね多分ね。怖い。暗くなったし。はい、調べます。進んでも同じ場所に戻ってくる。何なんだこの屋敷は。一日も進んでもってやってたのかこの人は。そっか。何なのマジで。テレビももうついてない。で、あの舞妓さんがじゃあ今回の敵？いる。いるけど僕は勇敢にもちょっと見てみる。え、いなかった今。いたよね。ああ、息を殺せばなんとかなる。ならないよね。よし。いや、まだ多分襲ってこないフェーズだ。きっと。調べる。はい。涙、血の涙を流してる。ここで死んだってことその人、捜査員。あ、さっきあれか。捜査員の死体か。死体じゃなくてあれか、手記か。はい。もう一回教えて。怖くて聞いてなかった。はい。はい。全市、はあ、周辺地域の自治体は事件が続いたことを恐れ、霊媒師を招き特別なお札を使用したお払いと供養を特別なお札、なんか大事そうねこれ。霊媒師によると、田中佳代子さんは屋敷の関係者に対して恨みを持つ。昔はこういうことあったのかな、この時期って。この1960年代って霊媒師を呼んでとかって、そういうね、あの超常現象的なさ、操作とかしてるのかね。大量に貼られているお札は一体仏壇で供養されていた女性とも、関係があるのだろうか。うん、まああるんだろうねってことは。速報です。引き続き捜査を続けていましたが、怖。でも進むしかないよね、きっと。進もう。で、次だ。次こそ襲ってくる。俺は知っている。ここで一瞬こう止まるのは一体何なんだろう。切り替わってんのかな。よし、行くぞ。来るぞ、この辺。揺れてるもんね、電気。怖っ。勘弁してよ。来ないでよ。何も来ないのが怖い、逆に。どこにいるの。
で、あれ部屋ってどこから入るの？どうやって入るのこれ？どこにいる？どこにいる？え？ちょっとゲームの全貌がわかんないのこれ。え、行き止まり？行き止まり？まさかの。嘘だろ？入るとこなくね？入るとこなくない？入れないこれ。入れない？あれ？でもこれこっちか出口。こっちかな。あ、そうだ。階段あるもんね。ああなんか飛んできた、なんか飛んできた。右にいる、右にいる、右にいる。息を殺して逃げる。これで逃げれんじゃない？逃げれない、逃げれない。なんかすごい声聞こえる、声聞こえる、声聞こえる、声聞こえる。よし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 。よしよし進んだ進んだ進んだけどこれ無限回路なんでしょ？無限回廊って言ってたよ、誰か。そう。これをね、進めてくれた方に、聞いた。そうだ、無限回廊って言ってた。これだ。無限回廊ってそういうことか。はい。ちょっと待てー。うわっ！中来た、中来た、中来た。おちょちょ、あいたあいたあいた。トイレ？あ、トイレで殺されたって言ってたよね、そういえば。ここか。うわ、切ったな。切ったな。うわ、めっちゃお札貼られてる。あ、ダメだ。やばいやつ、やばいやつ。やばいやつ。え、閉じ込められたんじゃないこれ、もしかして。ええ、マジマジマジ。ちょっと暗くてどこがどこかわかんない、これ。マジな、マジな。出れない、出れない。出れない、出れない。あ、あ、ちょちょちょ、赤くなった、赤くなった。何で？出れる、出れる？出てもいい？ん？あ、大丈夫だ。出れるけど。え？え？ちょっと、ちょ、これどうすんの？どうすんの？どうすんの？こっちでしょ、多分。階段は。あ、ない、階段ない、階段ない。わけが、あ、ある、なんかある、なんかある。はい、何者かの記録。他の部屋も荒らされたが、空き巣にも入られたのだろうか。それにしても怒り狂って荒らしたようにも思えるが、そっちでしょ、答えは。そうか。かな？何？何？開かないってこと？うわ、おっかねえ、何これ、バカじゃねえの？もう勘弁してくれ。舞子はーん、舞子はーん、どこに行ったの、舞子はーん。あの光、あの光何？こことか。あ、懐中電灯がある。よし、なんか動きがリアルだね。あおお、これか、捜査員。あれ部屋。さっき見たやつ？これ。息を殺して。なるほどね。ってことは出るぞ、出るぞ、きっと。出るぞ、これ。わあ。わあ、怖い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 。怖い。何何何何何何、こういうこと？あ、来た、いる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 。あ、ちょっとちょちょちょ、生き殺せ生き殺せ。いるよいるよ。やり過ごせるか、やり過ごせるか。光は気づかないのかなこれ。あー、どうもこんにちは。やり過ごせないよね、これ。あーはははは。あ？あれ？やり過ごした。え、これでやり過ごしたってことになるの？あ、じゃあね。さよなら。え、今のってセーフなの？え、ちょっとまだ未だにこのゲームの感覚つかめてないんですけど、今のはセーフみたいです。いや、でも怖い、これ。この雰囲気やばいな。続くのかねこれ。あ、なにこれ、めっちゃふわふわしてる。なに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 。あっ、いや怖っこれ。やつが近づいてくる。だが明かりがあれば問題ないはずだ。明かりさえあれば。どういうこと？明かりがあればってことは、おっ、
ちょ、待て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 、どういうことどういうこと、おわやばい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 、明かりない明かりない明かりない、やばい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 、どうすんのどうすんのこれ、どうすんのどうすんの、いや行くとこないじゃん、行くしかなくね、おわ行くしかないよね、調べるものまだある、でもあそこまで行こう、何これ調べます、はい、水滴の音がやけに残る、便器から血のような液体が流れていたが気のせいだろう、気のせいじゃないよきっとそれ、あれあ、ついたついた、よかったよかった、でもまだあれなのかな、まだチュートリアル状態なのかな、まだね死んでないもんね、さっきのあの時やられた、何あなんか、レイス、レイスかこれ。透明のやつがいる。レイス、デッドバイの話したら怒られそう。なんだあれさっきなんか透明のやついなかった。あ、これ、ちょっとカメラアングル難しくてさ。これなんだろうこいつ、マイコハーンじゃない、だよね、だよね、そうだよね。やば、やばやばやば。やばやばやば。マイコハーンじゃないか。やばいやばい、息続かないんじゃないこれ、わーっとおった、いや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 、行って、早く行って、怖いから怖いから、見たくないな、あの顔、あ、あーわ、怖っこれ、そっか、その息を殺すタイミングも大事なんだ、なるほどねー、なるほどねー、そういうことか、こうやってだんだんといろんなパターンで出てきて、それをちゃんとやり過ごして上の階に行けばいいってことかな、理解しました、けど理解したところで何分やった、何分やった、あ、まあいいとこだね、今回はこれで終わります、ちょっとやり方分かったんで、次回ねしっかりともっとバリバリやっていこうと思います、というわけで今日はこんな感じでーす、ストレイン超怖えこれというわけで、ヘバナイスでーす。